皆さんどうもこんにちは、百姫村つもいるアプリ2011やってきたなと思います。本日はですね、5月13日からやってきた週刊 FP レベルの比較やってきたなと思っております。いやー、めちゃくちゃ久しぶりの週刊 FP で、もうとにかく嬉しい。うん、ガチャでね、当てた選手がライブアップデート A でそのまま使える幸せがね、もうものすごいなって思いますので、マジで幸せなら OK って感じで、今日はですね、週刊 FP 比較やっていきたいなと思います。ということで、いつも通りですね、僕の評価もつけていくんですけど、これあくまで独断と偏見なのと、ゲーム内での評価になりますので、そのあたり理解していただいた上で、よかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、 B 評価ラキティッチ選手ですね。はい、選手としてはですね、めちゃくちゃ欲しい人も多いはずなんですけど、ラキティッチ3回目の FP 登場になりましたね。オフェンスセンスとフライパスが共に5上がりして、フライパスはついに完走したりとか、まあ B2B としてこの攻撃性能っていうのは非常にレベル高いんじゃないかなと思います。で、あとはですね、まあスキルもダブルタッチ確定のパス系にインターセプトまでありますので、スキル面もかなりいいんじゃないかなと思います。まあその代わりフィジカルやスピード瞬発が結構低いのと、まあライブアップデートもですね、まあもちろん今週 A なんですけど、この A っていうのが今作初めての B 以上になりますので、まあちょっと気になるポイントも多いのかなって感じですかね。はい、以前のラキティッチを比較すると、結構下がってる数値もありますが、オフェンスセンス最強ですし、ギリギリ過去最強でいいんじゃないかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、A 評価ということで、まずはマルコス・アロンソ選手ですね。今回決定力爆上がりで、ドリブルスタミナも5上がりと、強化度はものすごくいいんじゃないかなと思います。で、アロンソは、まあ初登場なんですけど、とにかく攻撃性能がえげつないなと思ってて、まあドリブルパスはもちろんですね、決定力も85乗ってる上に、スキルもですね、まあ守備系スキル一切なくて、全部攻撃的なスキルなので、このあたりサイドバック登録だとかなり珍しいんじゃないかなと思います。まあでもこのインナーラップサイドバックとの噛み合わせっていうのは結構いいと思いますし、希少な能力かつコンディション安定度も7ありますので、まあそれこそ5バックの左とかハマる人にはめちゃくちゃハマりそうだなってのは思いましたね。で、こちらがですね、もう右も左も関係なくインナーラップサイドバックでの比較になるんですけど、やっぱりですね、オフェンスセンスからカーブあたりまでの数値の安定感えげつないですよね。まあ特に決定力やヘディングまで85超えてるサイドバックってマジで他にいないので、希少性は抜群になるんじゃないかなと思います。まあその代わりスピード瞬発やディフェンス能力っていうのはちょっと穴になってる感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、 A 評価アレクシス・サンチェス選手ですね。はい、セリエ A 優勝のインテルからサンチェスが2回目の登場ということで、まあ希少なデコイラン持ちで、今回強化ポイントがめちゃくちゃいいんですよね。まあオフェンスセンス、ボールキープ、決定力と攻撃性能が格段に強化されてるんじゃないかなと思います。で、スキル面もワンシュースルパチェイシングなど、もともとスキル結構いいですし、割と何でもできるタイプのフォワードなので、まあシンプルに当たりなんじゃないかなと思います。まあちょっと気になるのは身長面で、168cmとかなり小柄なので、まあドリブル数値も高いので小回りが効く反面、当たり負けっていうのはちょっと心配なのかなって感じですかね。はい、以前のサンチェスと比較すると、まあこれは乗り換え安定でいいと思いますので、被った方は乗り換えてください。ということで次行きましょう。はい、次もですね、 A 評価ペレグリーニ選手ですね。はい、月曜日出たばかりですぐに週刊に登場したんですけど、ちなみにですね、今週の FP 予想こんな画像を作ってたんですけど、まさかの画像までピンポイントで当たっちゃいましたね。はい、ありがとうございます。で、今回もまあ強化度抜群にいいですし、95超えてるのはグラパだけですけど、全体が非常にレベル高いですよね。で、しかも見ていただきたいのはこのライブアップデートで、まあ中盤の選手としては B 以上の率かなり高いですし、特にこの A の回数っていうのがかなり多いので、今週はもちろん A の週っていうのはゴリゴリに活躍できるんじゃないかなと思います。ただね、やっぱ惜しいのがスキルなんですよね。まあ週間なので 1,2 個ぐらいスキル追加してくれよっていうのは心の底から思いましたね。はい、以前のペレグリンと比較すると、まあ前半からは別人級の強化されてますし、後半3名からもですね、基本上位互換ということで、これはもう乗り換えしか勝たん状態ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、A 評価最後はですね、今週2人目の初登場、ギマランイズ選手ですね。はい、強化度見ていただきたいんですけど、結構いい感じで、トップ強化はグランダーパスとボールキープになりますね。まあ、もともとですね、バランスいい能力値なんですけど、全体が底上げされて、今回非常に魅力的な能力に仕上がってるんじゃないかなと思います。まあ、スピードやフィジカルもですね、しっかり85乗ってますので、今週みたいにですね、ライブアップデートいい週は、まあ、CMF あたりで躍動できるんじゃないかなってところですかね。まあ、インターセプトの追加も熱いんですけど、ワンパがないのがちょっと残念なのと、
と、まあ、コンディション程度5っていうところもありますので、まあ、基本ライブアップデートは欲しいかなって印象ですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、 A プラ評価ということで、まずはミクメニャン選手ですね。もう名前が可愛すぎてメニャン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 って何回も言いたくなるんですけど、結構迷った末に今回 A プラにしました。で、今回 A プラにした理由がシンプルに欠点が低弾道パントキックないことぐらいなんですよね。まあ、その低弾道パントキックもスキル追加できますし、身長191センチにゴールキーパー系数値ほぼ完走と、コンディション安定度6にライブアップデートも安定してるということで、あれ、これ普通に大当たりじゃねって思いましたね。まあ、ゴールキーパーはね、飽和してるって方も多いと思うんですけど、今週に関しては出会って即レベマ、出会って即ガチスカで全然ありなんじゃないかなと思います。で、以前のメニアンと比較すると、以前からもしっかり強くなってますし、笑ったのがこのアイコンなんすよね。見て、この過去の自分と対決してる感がめちゃめちゃ面白いなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、Aプラ評価ピケ選手ですね。なんか今回のピケのアイコンかっこよくない？なんかすごいアイコンアドあるなって思ったんですけど、今回フィジコントップ強化で95到達したのと、まあディフェンス能力は一級品ですし、身長も194センチありますので、強さ高さここに関しては右に出るものはいないんじゃないかなと思います。で、あとピケ何が強いかって、足元が非常に強いんですよね。はい、なのでこの辺りは非常に優秀なんですけど、最後はもうスピード瞬発が許容できるかどうか、そこに尽きるんじゃないかなと思います。まあ、ただスピード瞬発をですね、補うぐらい他数値は結構いいと思ってますので、個人的にはですね、今週はもちろん C 固定環境でもガチスカ見据えられる選手なんじゃないかなと思っております。で、こちらがですね、オーバーラップでの比較なんですけど、こう見るとトップ数値すごく多いですし、特に足元、ディフェンス能力、フィジコン、この辺りはオーバーラップでも最高峰ですよね。まあ、なので本当にスピード瞬発だけですね。まあ、僕もですね、今週以前のピケ使ってみようと思ってるんですけど、まあ、スピードでぶち抜かれたら即ガチスカ外しますかね。はい、で、以前のピケと比較すると、基本ですね、過去最強で、直近のマルサンダーちょっと迷ったんですけど、まあフィジコン95乗ってますし、今回に乗り換えでいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次もですね、エプラ評価クロース選手ですね。やっと今週当てられてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、今回オフェンスセンスとキック力は大幅強化して登場しましたね。まあ、相変わらずですね、ボルコンとパスケは鬼高いのと、今回キック力が初めて95の大台突破しましたね。まあ、突出したこの辺りの数値に加えて、他能力もバランスいいですし、まあ、あとはこのスキル構成ですよね。ワンパスルパに豊富なシュート系、インターセプトまで持ち合わせる万能感ありますので、能力スキルすごく優秀なんじゃないかなと思います。で、あとやっぱライブアップデートかな。異常なほどにビージョン多いですし、今案8ということで、今後の環境でもかなりここは生きてくるんじゃないかなと思います。なので初ゲットなら超絶当たりだと思いますね。で、僕も当たったんですけど、皆さんどこで使ってますか？ぜひコメント欄でね、あの起用ポジションを教えてほしいなと思うんですけど、僕はちょっと無印の OMF っていうのを一番に試してみようかなっていうのは思ってますかね。ただちょっとね、ここで秘宝がありまして、以前のクロースとの比較なんですけど、結構イマイチなんですよね。はい、丸1丸3から乗り換えで、丸2丸4から乗り換えなし。なので被った方に関しては半分の確率でちょっと残念って感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、もうね、安心安全、今週の圧倒的 F 格枠、レビーさん登場しましたね。はい、ついに7回目の登場なんですけど、そのうち5回が習慣っていうとんでもないことになってますよね。てかさ、あのレビーも100にしてよくない？なんか99ずっと続いてて、まあそれもそれでかっこいいんですけど、まあそろそろ100レビー見たいなってところはありますからね。まあレビーに関しては説明不要の強さで、スピード出発はですね、ライブレの中では多少落ちるんですけど、オフェンスセンス、決定力は安定のカンストに、今回トップ強化のボルコンもカンストしました。まあフィジカルもありますし、ゴリゴリいけるタイプのラインブレーカーですよね。まあ特にね、あのライブアップデートの安定感っていうのがえげつなくて、多分 A が2桁回数なってるのってレビーぐらいなんじゃないですかね。まあそれぐらい安定感っていうのもものすごいんじゃないかなと思います。で、万能型ラインブレーカーとしてベンゼマとがっつり比較してみたんですけど、まあドリブルパスはさすがにベンゼマなのと、まあディフェンス能力なんかもベンゼマ優秀なんですけど、それ以外の数値は基本的にレビーが圧倒してますよね。特にですね、空中戦の強さだったりとか、ボディコン級の違いっていうのは結構でかいと思いますので、やはりこの完成度っていうのはレビーピカイチなんじゃないかなと思っております。で、以前のレビーと比較すると、気持ちいいくらい過去最強で、丸5だけはちょっと迷うんですけど、まあ基本的には乗り換え安定でいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、もう紹介もですね、終盤に差し掛かってきたんですけど、次は A プラ評価ともり選手ですね。この前ミラン CS で初登場して、その流れのままに週間に登場したんですけど、てか見て、強化度えげつなくない？今週で言うと多分一番強化されてるんじゃないかなと思います。まあ強化で言うなら大盛りって感じですかね。はい、ともりだけに、まあディエンスセンスはね、急上がりとかしちゃってますし、ディエンス系数値もオール Q
190-190超えてきて、さらにフィジコンボディコンも高くて、極めつきはこのスピード瞬発ですよね。まあ正直ですね、ディエンス能力とかフィジカルとかがめちゃくちゃ突出してるタイプではないんですけど、スピード瞬発がともに90前後あるセンターバックってマジで超希少なので、この辺りを考慮すると超絶当たりなのかなって感じですかね。で、先週も B だったので、僕真ん中の CB で普通にガチ使ってたんですけど、まあ身長とか気になる方に関しては右サイドバックでの起用も十分ありなのかなって感じですかね。はい、でこちらがですね、まあ割と似たタイプということでカバクとの比較になるんですけど、まあ空中戦ちょっとカバク優秀なぐらいで、他はほぼ互角ですかね。ディエンス能力もほぼ同じですし、スピード瞬発に関してはスピードがカバクで瞬発がトモリっていうね、なんかこのやり合ってる感じもめちゃめちゃいいですよね。まあ比較するといい勝負なんですけど、まあ正直どちらもですね、センターバックでこのスピードってマジでバグレベルなので、まあカバク持ってない方とかは特に狙いたい選手になってくるんじゃないかなと思います。で、以前のトモリと比較するとちらほら下がってる数値はあるんですけど、ボディコンやヘディングの強化は厚いので、今回に乗り換え安定でいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、本日最後はですね、 A プラ評価推しメーン選手ですね。いやもうね、今週は推しメーンのために用意されたガチャといっても、まあそれはちょっと過言ですけど、本当にそれぐらいの選手なんじゃないかなと思います。で、能力の強化もね、オフェンスセンス、決定力、キック力の大幅強化とマジで熱い強化なんですけど、それに加えてスキル追加でミドル、ライジング、闘争心ということで、いやどうなの、これもうウィーレ知らない人に例えるなら、ラーメンに餃子とチャーハンとレバニラ無料でついちゃいましたみたいな、まあそれぐらいのインパクトあるんじゃないかなと思います。まあ圧倒的なスピードにフィジカルあって、割と足元もあって、この得点能力ありますので、まあなんだろうな、あんまこういう言い方良くないかもしれないですけど、害悪って感じの能力してますよね。で、あとはですね、ほんとスキル追加次第かなと思ってて、僕は結構スパサブとかもありかなと思ってるんですけど、確かにですね、スピード瞬発とか、まあスパサブなくても相当高かったりはしますので、そう考えるとダブルタッチワンパーあたりが最有力になるのかなって感じですかね。まあ特にダブルタッチなんかつけられるとマジで押し目逃げになるんじゃないかなと思います。で、こちらがですね、スピード瞬発高めのラインブレーカーでの比較なんですけど、まあスピードはもちろん、フィジコンがですね、やっぱ90乗ってるってのは唯一無二かありますので、ここがえげつないのと、他もですね、基本的に穴がなくバランスいい能力値ですよね。で、こちらがですね、まあちょっとスパサブ持ちなんですけど、僕自身が気になったのでイサクとも比較してました。はい、ドリブル、決定力、フィジコンは劣るんですけど、スピード、空中戦、パス系、守備能力は押し面ということで、まあもちろんですね、イサクはここからスパサブ効果が乗るので、まあスパサブ考慮すると後半で使うならイサクにはなりますけど、いやーどうなんだろうな、まあダブルタッチつけて押し面前半から使うのもありだし、なんかこれ見るとスパサブ押し面もちょっと使ってみたいなって気持ちにはなりますよね。まあスピード瞬発ね、さっき言ったようにもったいないところはあるんですけど、空中戦なんかがゴリゴリに強化されたイサクみたいになりますし、まあ特にですね、 C 固定環境になった時にコンディション安定の4っていうのは結構気になりますので、スパサブ押し面が後半6で使えたら結構ありだなってのは思っちゃいましたね。まあこの辺りのスキル追加ね、さっきも言いましたけど、スパサブダブルタッチワンパー、これのどれかはやっぱつけたいかなっていうところはありますかね。で、最後にですね、以前の推しメンとの比較なんですけど、まあこれはスキル追加考えたら乗り換えしかないと思いますし、むしろ前の持ってたとしてもこれ被ったら大喜びできるんじゃないかなってレベルだと思いますね。はい、ということで今回ですね、週刊 FP 一気に比較させていただきました。いやーめちゃくちゃいいっすね。まあ久々だからっていうのもあると思うんですけど、シンプルに豪華なメンツだと思いますので、無課金でも全然引いていいんじゃないかなと思っております。皆さん、こうなったなと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングでご覧いただいてもそれ確認してみてください。今日この後チャンピオンズリーグの比較も上げていきますので、よかったらどちらもチェックしてみてください。いつもありがとう。バイバイ。